もう自分はそういうタイプなんだって割り切って、でそしてそれによってスケジュールを立てるのがいいんじゃないでしょうか。勝ち気ない人って必ずどっかで負けてるというふうに思ってるんですよね。金持ち喧嘩せずって言葉がありますけど、勝ってると思ってる人って別に競争する必要がないんですよね。勝つ負けるっていうことに対するこだわり、これをなくさないといつまでたっても不幸になるんですよ。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネームコハさん、健さんこんにちは。こんにちは。私は並行して物事を進めることが苦手で、行動が遅いとよく言われます。いろいろな作業を細かくスイッチを切り替えてこなせている人はどのような考え方をしてタスク整理をしているんでしょうか。自分の行動の優先度を上手につけられるようになりたいです。ある意味でもケンさんはこれ真逆ですよね。常に同時進行でいろんなことが進められるっていう感じですもんね。そうですね。だからこれはそのタイプにもよるんじゃないでしょうかね。その例えばご飯でもその小さい子がね食べるの見てたら、なんかこうグリーンピースを食べたら次は人参を食べてみたいな人もいればちょっとずつ食べる子もいますよね。はい、だからもう3歳4歳で結構それってもう変わってきてるのかなと思うんですけど、そのやっぱり自分がちょっとずつ食べられる人と、なんかおかずだったらおかず、ご飯だったらご飯って、僕は感覚的におかずを食べながらご飯を食べるみたいな感じなんですけど、そういう意味ではそういうのが苦手な人もいますよね。だからタイプによると思います。でこういうタイプの方っていうのは、もう自分はそういうタイプなんだって割り切って、でそしてそれによってスケジュールを立てるのがいいんじゃないでしょうか。じゃあその細かくおっしゃるようなその作業を細かくスイッチを切り替えてっていうことはあえてしないで、自分に合った向き方のその目標の立て方っていう感じですか。そうですね。であとはやっぱこういうタイプの方ってのちゃんと紙に書いてみるとより見やすいんじゃないでしょうかね。そうするとより同時進行得意な人ってのは全部ねチャートで見えてるんですよ。あ、そういうもんなんですか。うん、ケンさんはどうですか。頭の中でそれがもう書かずに整理できているわけですか。いや、いっぱい漏れますけどね。でもそういう時のために2人3人の人たちにサポートしてもらってるから同時進行ができるわけで、だから例えば僕も同時進行得意だけどたくさん抜けるので、さっきもね、例えばリハの時間これって返信してもらいましたか、あれなんか僕が返信するんだったっけみたいな、なんかそういうボケをかましてたんですけども、例えばそういうのをフォローしてくれる人がいるから成り立ってるんですよね。そっか、うん、アメリカも中国もヨーロッパもいろいろ動いてるから、全部一人で見れるわけじゃないしですよね。うん、だからそれぞれで見てもらう人いて、その人に教えてもらうっていう仕組みにしてるので、自分は一番大切な、こういうディア研とか、あと本を書いたり番組に出たりだとかっていうことに集中できるわけですよね。ね、そんなにスーパーマンいないですもんね。そう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 。だから自分がその、ね、優先順位が悪いとかって思ってる人は実は結構いいかもしれないんですよね。ああ、そうですね、うん、より意識向けてるわけですもんね。そうそうそう。だから、ね、いろいろ練習してみてください、小葉さんね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてです。ラジオネームみこさん、育児休暇5年目3児の母で会社員です。うん、夫は会社は違いますが同業者で、私が持っている資格取得に今年チャレンジするようです。うん、本当に自分が嫌になるのですが、落ちてほしくて仕方ありません。面白い。自分が子育てしている間に周囲の同僚がキャリアアップしていくことも辛いのに、夫が自分に並ぶスキルを持つとなると余計悔しくなります。マウントを取ってしまう性格を何とかしたいです。この夫との関係性ギスギスしそうで怖いですっていう、かなりな、カミングアウトですよ、ケンさん。ね、このミコさん、僕はその正直さにもうブラボーっていうか、すごいね、もうリスペクトしますよ。まず人間ってこういう部分ってありますもんね。だってね、そう、それをねちゃんと正直認められるなんてすごいなと思いますね。落ちてほしくて仕方ないっていうことね。そう同時にすごいミコさんって勝ち気なんだなっていうふうにのはよくわかりますよね。
そう、僕はいつも勝ち気なあの女性に言ってることわざがあるんですけど、これそれだけ切り取れるとすごく男女差別みたいに思われちゃうんですけど、僕はメンターに言われてた言葉がね、勝ち気な女は運を逃すってずっと言ってたんですよ、女性のメンターなんですけど、はい、でやっぱ勝ち気になりすぎると、なんて言うんでしょうね、まあ、これはもちろん男性でもそうですよ、なんか競争ばっかりしてる人は運を逃すっていうのはあると思うんですけど、その女性の場合はその特にまだこの時点での日本文化ではやっぱりその男性を押しのけてっていう風な人っていうのは、うん、一般的にはやっぱり好ましく思われない、そういう文化的な背景があるわけじゃないですか、うん、で美子さんはそういう意味ではものすごく勝ち気な状態になってるんですよね、うん、ってことはどっかで負けてるとも思ってるってことなんですよ、うん、勝ち気ない人って必ずどっかで負けてるというふうに思ってるんですよね、うん、金を持ち喧嘩せずって言葉がありますけど、その勝ってると思ってる人って別に競争する必要がないんですよね、うん、だからなぜそんなに自分が悔しくなるのかってことはどっかですごく負けてるっていうコンプレックスがあるからなんですよ。特にこの育児休暇5年目でしかも3人お子さんがいるお母さんなわけだから、うんうん、やっぱりそのね本当に一人で自分の全て自由な時間って言ったらばもうバリバリきっと仕事をね美子さんはされるんだと思うけれど、うん、やっぱりその子供の育てなきゃいけないっていうその制約っていうのがなおさらそこにあるんでしょうね。そうですだからそれを ねその、自分が子供子育てでマイナスになってるっていうふうに思うのか、うん、長い人生見たところでねその子育ての時間っていうものを、自分のエネルギーと交換してるわけですよね、うん、だから仕事の代わりにこれをやってるってことに対してめっちゃ得をしてると思うか損してると思うかってことなんですよ、うん、なのでこの文面だけで美子さんは子育てで損してるというふうに感じてらっしゃるってことなんですよ、うん、まずだからもう子育てでもうすっごい得をしてるから別にキャリアが遅れたって全然気にならないぐらい得をしてると思ってたらこういう質問をしないはずなんですよ、うん、だから今得てる幸せとかね豊かさとかに対してあんまり価値評価がないってことなんですよね、うん、でそして旦那さんが仕事で成功した方が自分にもメリットがあるわけじゃないですか、はいはい、なんだけどそう考えてないってことなんですよ、ね、同業者だからなおさらそういうなんかムクムクっていうものが出ちゃうんでしょうね。そうだから2人で勝つのか、うん、あるいは旦那が勝ったら自分は負けると思うのかっていうことなんですよね、はいはい、だから言ってみれば個人戦団体戦みたいなもんなんですよ、うん、で相手を勝たせることで一緒に勝つってこともできるんですよね、うん、でそういうふうな可能性も考えていただきたいですし、うん、その勝つ負けるっていうことに対するこだわりがあれどっちが上か下かとかねこれをなくさないといつまでたっても不幸になるんですよ。終わりないですもんね。そうなんですね。そうそう、これは旦那さんとの間だけじゃなくて同僚かもしれないし、うん、他の人たちともずっと思うってことですよね。ですね。うん、例えばその本を書いてる人たちの間ではやっぱり本がどれだけ売れたのかっていうのが一つの基準になるわけですよね、はい、でも例えば本がすごく売れてても読者とつながってない人もいれば、うん、本が売れないけど読者とすごいつながってる作家の人たちもいるわけですよね。うーん、だからじゃあどっちが偉いのかって言ったらまあその人次第じゃないでしょうか。うーん、だから自分にとって何が幸せなのかってことを、うん、すごく自分でこうチェックしないとやっぱりなかなか幸せって見つけられませんよね、うん、ですね、まあ、なかなか比べちゃうのもに人の差がですけれどそこばっかりが強くなっちゃうと自分の幸せがちょっとおざなりになっちゃうということですもんね。そうなので僕は一つのその宿題じゃないですけどこういうのやったらどうですかっていうのをいつもお願いというか言ってるんですけどね、その街中でその会う人たちに対して自分が勝ってるか負けてるのかっていうのをずっと意識するんですよ、はい、例えば女性として私よりも綺麗か綺麗じゃないかっていうので判断してほしいんですよ、うん、そうしたらすれ違いざまにこの人より私の方が綺麗と思ったら勝ったこの人の方が綺麗だと思ったら負けたっていうふうにして道歩くときに勝った負けた負けた負けた勝った勝った負けた負けたっていうふうにやったらめっちゃ疲れるんですよ、ずっとやったら。はい、あもうこれしんどいわっていうふうに思ったら、うん、もう競争するのやめようってあいうふうになってくると思います。だからね、競争をいかにしてるのかっていうのを日々チェックするといいと思います。あそうですね、
もう行き着いちゃったらもうどうでもいいしってなりますもんね。疲れた疲れたって、うん、そう思います。はい、ということでお二人からの人生相談のコーナーでした。ケンさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームダーコさん。私が紹介したい本は今井雅也さんのセールスイズ科学的に成果をコントロールする営業術という本です。私は新卒でとりあえず営業からという理由で営業に配属されたことが憂鬱で仕方がなかったのですが、営業という仕事がクリエイティブでかっこいい仕事なのかもしれないと思えたことが何よりの収穫でした。よくある営業本に書かれていることが論理的に否定されており、具体的な極意も参考になるのが多かったですということでお送りいただきました。さあ、ケンさんが選ばれた本は何でしょうか。はい、復刻改訂版引き寄せの教科書、奥平亜美さんという方が書かれた本です。はい、奥平亜美さんともケンさんは今月の28日にオンラインセミナーされますよね。そうですね、引き寄せの法則っていう本をね、新訳で出したんですけども、もともと奥平亜美さんもその、跳躍っていうのを出されていて、はい、そして奥平亜美さんといえば引き寄せの法則について何冊も本を書かれている方なんですよ ね, ですね、うん、でそしてそのこの間ちょこっとオンラインサロンで対談させていただいたんですけど、もうそれこそ1000人という方がいらっしゃって、すごい面白かったって。もう少し、あれは1時間弱だったんですけど、もう少しなんか詳しいセミナーを聞かせてほしいということで、今回、企画することになったんですけど、この本はね本当に引き寄せってそういうことだったのかっていうのが分かる非常に面白い本ですね。はい、ありがとうございます。さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ioffice.com までエピソードとともにお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。最も重要な決定とは何をするかではなく何をしないかを決めることだ。スティーブ・ジョブズ。本田健の人生相談ディアケン、いかがでしたでしょうか。ここでディアケンプレミアムについてちょっと健さんにお話を伺いたいなと思うんですけれども、まずこのディアケンプレミアムがどういうものかというと、今年の1月からスタートして、これは毎月100円でこのディアケンの全バックナンバーが聞き放題だけではなくて、このディアケンでは語りきれなかった内容について、私がケンさんに伺うここだけの話というのも配信しているんですが、はい、これが初月無料ということで、この中にはプロインタビュアーのキクタスの早川洋平さんが、ケンさんに毎月一つのテーマについて掘り下げて聞く20分間のインタビュー音源というのもお楽しみいただけるんですけれども、例えばこれまでですとユダヤ人大富豪の教え執筆秘話とか、あとは本田健が語る作家の7つ道具、それから本田健は引き寄せの法則をどう実践しているのかって結構知りたいっていうタイトルが多いんですけれども、しかも作家の日常ね、これはやっぱり作家を目指している人も特に知りたいなっていう内容だと思うんですけれども、どうですかこれまでのこの作家の日常って収録されてみて。そうですね、やっぱり作家としての日常ってあんまり普段話すことがないので、こういうねプロの早川さんにこう聞いていただくと、自分でもそういうことって自分ってしてたんだっていうのがね新鮮です ね,、ねやっぱりインタビューで自分が整理できるって聞きますもんね。確かにね。そうですね、整理できるというよりは、そういう自分がいるんだっていうか、なんかそういう新鮮な感じがしますね。はいはい、どうですか、やっぱり作家を目指している方っていうのもすごく気になるテーマだと思うんですけれども、聞かれた方がなんか感想とかも健さんのところに送られたりしてるんですか。そうですね、やっぱりこう作家になろうと思ってる人たちにとっては励みになるみたいで、特にねいろんな失敗談なんかも話をすると皆さんに盛り上がっていただけるので、できるだけそういう恥ずかしい話とかも話すようにしてます、はい、あと、ね、ここだけの話もこの本編でもっと掘り下げたいっていうことをちょこっとした時間でお届けしているので、ぜひ聞いていただければなと思います、はい
はい、そのディアケンプレミアムはこの本田健の人生相談ディアケンのポッドキャストから登録できますので、ぜひチェックしてみてください。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。先ほどお伝えした、今年の1月から毎月100円で、ディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムもポッドキャストでの配信がスタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、そして本田健書店や最新情報に関しては本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで健さん、今週も盛りだくさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いつかそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥーの話、そこでは誰もが魔法使いようにも不思議。